マリー・ワーグナーは、アメリカ・ニューヨーク州フリーポート出身の女子テニス選手。1914年の全米選手権女子シングルス、準優勝者。彼女は主に、全米室内テニス選手権で活躍し、この大会で、女子シングルス6勝、女子ダブルス4勝の記録を残した。右利きの選手。現在は、全米オープンとして知られるテニス競技大会は、最初期は、 各部門が個別の名称を持ち、大会会場も別々のテニスクラブで開かれていた。女子シングルスは全米女子シングルス選手権という名前を持ち、現在と同じような屋外競技大会であった。初期の全米選手権はチャレンジラウンドからオールカマーズファイナルへの流れで優勝者を決定した。ワーグナーは1907年からこの大会に出場を始め、 翌1908年に初めてチャレンジラウンド決勝に進んだが、ここで当時38歳のモードバーガーをラックに6から4、1から6、3から6で敗れたため、大会前年優勝者、イブリンシアーズとのオールカマーズファイナル出場権を逃した。この年、ワーグナーは全米室内テニス選手権で女子シングルス初優勝を果たし、それ以後室内選手権で 着々とタイトルを積み重ねていった。6年後の1914年、ワーグナーは全米女子シングルス選手権で6年ぶり2度目のチャレンジラウンド決勝に勝ち上がった。チャレンジラウンド決勝で、ワーグナーはクレアカッセルに6から1、7から5で勝ち、大会前年優勝者メアリー・ブラウンへの挑戦権を獲得した。しかし、 初めてのオールカマーズ決勝ではブラウンに2から6、6から1、1から6のフルセットで敗れ、屋外競技大会での初優勝はならなかった。1917年、ワーグナーは全米室内テニス選手権で女子シングルス6勝、女子ダブルス4勝を成し遂げ、室内競技大会の両部門で最後の優勝を飾った。全米女子シングルス選手権では、 1918年を最後にチャレンジラウンドとオールカマーズファイナルが廃止され、1919年から現在のような大会前年優勝者を含めた全選手が1回戦から出場する勝ち抜き戦に変更された。ワーグナーは1919 19年、この大会に5年ぶりの出場を果たし、モーラ・ビュルステッドとの準々決勝まで進出した。 最後の全米女子シングルス選手権出場は1921年であり、1922年にも39歳で全米女子テニスランキングの9位に入っていた。1910年代のアメリカ女子テニス界における息の長い地道な貢献を認められて、彼女は1969年に国際テニス殿堂入りを果たした。ありがとうございます。